スパイダーマンノーウェイホームがもっと楽しめる特別解説動画、スパイダーマン編、イエーイ。この動画はスパイダーマンシリーズ最新作スパイダーマンノーウェイホームをこれから見る方がこの作品をもっと楽しめるようにその魅力を解説しようという企画です。はい、一息で言えました。 MC はスパイダーマン大好き人間の私、大島里乃がお送りします。第1弾は主人公であるスパイダーマンについて語っていきたいのですが、まず最初にノーウェイホームの目玉といえば、そう、皆さんご存知ですよね。これまでは異なる世界線で描かれていた初代スパイダーマンと第2シリーズであるアメイジングスパイダーマンの2人が登場して、新旧3人のスパイダーマンが勢ぞろいするというところなんです。私も映画館に見に行ったんですけれども、もうその時にわーとかキャーという歓声と、あと盛大な拍手が沸き起こっていました。で、私はというと、もう完全に体がフリーズしてしまって、まさに夢を見ているかのような感覚になりました。で、そんな夢のような時間を過ごさせてくれたスパイダーマンノーウェイホームなんですが、この映画を見た後、私がしたこととは一体何でしょう。はい、いきなりのクイズになりますが、皆さんちょっと考えてみてください。じゃあ5秒数えます。5、4、3、2、1。はい、正解は過去のスパイダーマンシリーズと関連する MCU シリーズをほぼ全て見直したでした。これ合わせると25作品以上あるので、まあ、結構な数あるなと思うんですが、もうスパイダーマンのことをもっと知りたいと思わせてくれるような、最新作スパイダーマンノーウェイホーム、本当に魅力のある作品でした。ではキリがなくなってしまいますので、早速中身に入っていきましょう。まずご紹介するのはこちら、じゃん、トビー・マグワイア版初代スパイダーマンです。この作品はサム・ライミ監督による作品で、サム・ライミ版とも言われていて、全部で3作品あります。で、このスパイダーマンのシリーズの正体はというと、ピーター・パーカーという名前の高校生。ただこのシリーズは成長して最終的には社会人となります。彼は理系で頭もいいんですが、学校ではいじめられっ子として描かれていて、好きな女の子 MJ ことメリー・ジェーン・ワトソンにもなかなか声がかけられないといった気弱な面もあって、まあ、個人的には親しみが湧きますね。はい、で、彼はある日遺伝子改良されたクモに噛まれて特殊な能力を身につけます。それがこちら、超人的な身体能力、手が壁につく能力、また、体から強靭な蜘蛛の糸が出せる能力と、まあ、蜘蛛らしい特性を帯びていきます。はい、で、この体から蜘蛛の糸が出せるという能力は初代スパイダーマンだけの設定なんです。なので他のシリーズではピーター・パーカー自作のウェブシューターという機械から蜘蛛の糸を出す設定になっています。で、ちなみに、スタン・リーの原作のコミックでは実はウェブシューターが使われているんです。このようなところにシリーズごとで違いがあることもマルチバースらしさを醸し出す、要素になっています。なお、ノーウェイホームでは2代目と3代目スパイダーマンから、体から出るの?みたいなツッコミのシーンがありますので、こちらマニア必見のシーン、ぜひお見逃しなく。はい、このようにスパイダーマンの能力を手に入れたピーターは、最初は自分のためにこの能力を使います。 MJ にアピールするために車を買おうとして、賞金付きのプロレスの大会に出るんです。まあ、可愛い力の使い方ですよね。でも待ち受ける結果が可愛くない。彼は当然のように勝つのですが、理不尽に賞金の額を下げられてしまいます。そんな会場の舞台裏には強盗が侵入して事務所にあるお金を盗んでいってしまうんです。で、ピーターは彼らを捕まえようと思えば捕まえることができたんですが、賞金の額を下げられたことが不満でその強盗を見逃してしまいます。実はこの悲劇の前に力に溺れているピーターをベンおじさんが諭した言葉があります。それがこちら、大いなる力には大いなる責任が伴うという言葉です。で、この言葉こそシリーズを通して脈々と受け継がれるスパイダーマンの最も重要なテーマになっています。で、アメイジングスパイダーマンでも同じ意味合いの言葉をベンおじさんが言っています。
そしてついに最新作ノーウェイホームでもこの言葉登場します。詳しくは後ほど。この言葉の真意を理解することができると、彼らはヒーローとしても人としても大きく成長するのです。 MJ や親友ハリーをはじめとした多くの人の思いを巻き込んだ数々の強敵との戦いの果てに、初代スパイダーマンは復讐心の愚かさすら乗り越えることができます。この最重要ポイントは、皆さんぜひ今一度鑑賞して味わってみてください。重い話になってしまいましたので、最後は私が大好きな、初代の象徴ポイントをお伝えして締めくくります。初代スパイダーマンといえば、空中から上下逆さまに浮いているスパイダーマンと地上にいる MJ とのキッシーンです。それがこちら、じゃん。はい、街で男たちに絡まれていた MJ を助けた後に、MJ はお礼がしたいって言ってスパイダーマンにキスをします。もうこれ設定がずるいんですよ。私この絵描きながらもうめっちゃキュンキュンしてました。はい、でちなみにこのキッシーンは2013年にイギリスのトータルフィルム誌が映画史に残る最高のキッシーン50として第5位に位置づけています。それはもうキュンキュンしますよね。はい、そして MJ 役のキルスティン・ダンストはこんな撮影裏話を明かしています。ちょっとご紹介しますね。当時はここまで有名なキスシーンになるとは思ってもみなかった。撮影中は彼の鼻には雨水が入ってしまうし、スパイダーマンのスーツで息がしづらそうだった。モンタージュされるようなシーンの一部になれたことを誇りに思う。で、このスパイダーマンキス2、3でも似たようなシーンが出てきますので、映画史に残る有名なキスシーン、各シリーズで改めて味わってみてください。では次のおさらいは、じゃん。第2シリーズのアメイジングスパイダーマンです。こちらは2012年から公開されていまして、マーク・ウェブ監督、アンドリュー・ガーフィールド主演で2作品作られています。で、今回の、アンドリュー演じるピーターは頭がいいというのは初代と同じなんですが、口数も多く陽気な性格になっています。で、学校の立ち位置でも、いじめられている人を助けるいい人なんです。で、アメイジングシリーズのヒロインは MJ ではなく、エマストーン演じるグエン・ステイシーです。このシリーズで MJ は登場しません。グエンはピーターの同級生で学校主席の高校3年生。彼女は頭がいいだけではなくって、強い女性というイメージで、ピーターも戦いの中でグエンを頼ることもありました。いや、むしろこう引っ張っていくくらいの感じでしたかね。で、そんなグエンに対して物語のかなり序盤からピーターは積極的にアピールしていきます。映画が始まって1時間くらい経つと、2人はもう熱いキスを交わしているんですよ。でですね、この時の前後も私は大好きで、まずグエンの父親がスパイダーマンのことを侮辱するんですね。で、それに反論するピーターなんですが、討論の最中にグエンがピーターを屋上に連れ出します。その時迷えるピーターが何かを告白しようとするんです。スパイダーマンであることを打ち明けようと悩んでいるのか、恋愛的な意味で断られるのが怖いのか、まあ、はたまたその両方なのか、陽気な性格のくせに少しうじうじしちゃうんですよね。で、その様子にがっかりした反応をするグエン、そしてピーターは思い切ってウェブシューターから糸を出してグエンのことを強引に引き寄せて、ここで一気に2人はキスするんです。もうよくやったピーターって、もう私なりました。はい、うじうじしていたところからの大逆転なんですよ。で、そのすぐ後に街では事件が起こって、パトカーのサイレンの音が聞こえて屋上から飛び降りていくピーター。その姿を見たグエンは、ああ私まずいと、もう恋の炎は燃え上がって、2人の絆は強くなっていくわけです。もういや、これはもう男女どちらの視点から見ても絶対恋に落ちちゃいますよね。はい、でさて、なぜ私がこのアメイジングスパイダーマンのおさらいで恋愛を中心に語ったのかというと、ノーウェイホームにおいてアンドリュー・ピーターの一番の見せ場と言っても過言ではないシーンで、このグエンが深く関わってくるんです。グエンとピーターの結末とは、あえて言います、
これはファンが深い悲しみに暮れることになった衝撃的なものでした。ですがノーウェイホームにはこのトラウマを払拭するかのような見る者の心を打つシーンがあるんです。で、私はこのアメイジングスパイダーマンを見ていたからこそこのシーンが心にぐっとさらに刺さるものになりました。ぜひ、いや絶対にアメイジングスパイダーマンの1、2を見てからノーウェイホームを見てほしい。これは結構ガチです。いよいよ最後はノーウェイホームの主役、トム・ホランド版のスパイダーマンについてです。じゃん。このピーターの性格はというと、高校生は高校生なんですけれども無邪気で少年のような感じがします。彼の存在が MCU シリーズ全体を明るくしてくれます。クモに噛まれたことによって身についた身体的な能力は2代目スパイダーマンと同じ種類です。驚異の身体能力、手が壁に張り付く能力、危険察知能力ですね。これはスパイダーセンスと呼ばれています。ですがこのトム・ホランド版でのスパイダーセンスはピーター・ムズムズと名付けられていまして、可愛らしいですよね。ただし蜘蛛に噛まれたシーンの描写はなく、スパイダーマンになった経緯も書かれておりません。また、初代スパイダーマンやアメイジングスパイダーマンで登場したベンおじさんの登場もないんです。ではなぜヒーローへの道を示したベンおじさんが登場しないにもかかわらずピーターがヒーローになったのか、実はアイアンマン2で語られているんです。皆さんご存知でしたか？このアイアンマン2のクライマックスで、ある少年を襲っているドローンロボットをアイアンマンが撃破して助けるシーンがあります。この少年こそがピーター・パーカーだという設定なんですよね。つまりアイアンマンに影響されてヒーローを目指したというのがきっかけなんです。そのせいなのか、トム・ホランド版のスパイダーマンはヒーローとしての描かれ方が他のシリーズと少し違います。基本的にスパイダーマンといえばニューヨーク市民と共に戦う地元のヒーロー、親愛なる隣人だったんですけれども、だからこそこう要所要所で市民がスパイダーマンを守る姿を見かけることができます。一方トム・ホランド版の場合はまず戦う場所が1作目はワシントン、2作目はヨーロッパと、ホームタウンのニューヨークを離れて戦うんですね。でやっとのことでノーウェイホームではニューヨークで戦うのかと思いきや、前作の結末も相まって市民に追い詰められてしまうところから始まります。ニューヨークという故郷を失ってまさにノーウェイホーム、ピーターが大炎上の中で別のユニバースから来たスパイダーマンや悪役たちもノーウェイホーム、そして最新作スパイダーマンノーウェイホームではピーターがこの壁をどう乗り越えていくのでしょうか。ヒントは映画の中にあると思いますよ。要チェックです。最後にトム・ホランドがインタビューで語った言葉で締めくくります。これまでのピーターはスパイダーマンというよりはずっとスパイダーボーイだった。この作品は彼がいかにスパイダーマンに成長していくかの物語です。そして彼が大人になってアベンジャーズの一員としてその重い責務を負うことを自ら選択する物語です。ぜひたくさんおさらいしてピーターの成長模様をたっぷり楽しんでください。バイバイ。